This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。10月26日月曜日、ニュースをお伝えします。まずはこれまでに入っている主なニュースです。はじめに、中国の国連常駐代表を務める張軍大使は24日、国連の日にちなんでビデオ演説を行い、多国間主義と国連を支持し、国家間の団結と協力を強化するよう呼びかけました。張大使は、世界は新型コロナウイルスの感染拡大がもたらした危機と試練に耐えているとともに、一国主義と保護主義、いじめ行為という大きな脅威にさらされている。これを背景に、国連と人類運命共同体の在り方がより注目されていると指摘しました。張大使はさらに、多国間主義と国連を支持し、国家間の団結と協力を強化してこそコロナに打ち勝ち、グローバルな試練によりよく対応することが初めて可能であると述べました。中国の中央銀行である中国人民銀行の易光総裁は24日、金融業のさらなる開放と環境整備に向け、参入前内国民待遇とネガティブリスト管理制度を全面的に実施、開放的な理念とモデルチェンジを推進する必要があると明らかにしました。これは易総裁が上海で開催された第2回ワイタン金融サミットでビデオメッセージを通して述べたものです。易総裁はその中で、金融サービス業の開放、人民元為替レート形成メカニズムの改革、人民元の国際化を総合的に推進することの重要性を強調しました。第128回中国輸出入商品交易会、通称広州交易会が24日広東省広州市で閉幕しました。交易会は226の国地域からのバイヤーを引きつけ、公式サイトのトータルアクセス数は5117万回に上ったということです。今回の広域会もコロナ禍により6月に続きオンラインでの開催となりました。主催側によりますと、出展した2万6000社の企業団体からおよそ247万点の展示品がアップロードされました。そのうち新製品が73万点となり、前回と比べ13万点増加しました。数多くの企業は技術研究開発、製品のカスタマイズ、ブランディング、モデルチェンジなどの面で努力を続けており、今回の場でその成果をアピールしました。11月上旬に上海で開かれる予定の第3回中国国際輸入博覧会は23日から各出展業者の設営作業が始まり、最初の展示品が会場に搬入されました。23日に初めて会場内に搬入された展示品は、ドイツのビルトゲングループの多機能道路補修装置です。企業の責任者はインタビューに対し、第3回輸入博の免税政策で、プラント機械の関税と付加価値税が 21% 免除されることになる。税金面でのコストダウン分をクライアントに譲ることで、ウィンウィンのビジネスができると述べ、自信をにじませました。会場全体の設営の仕上げは11月2日になる見込みです。中国西北部の陝西省で24日西安城壁マラソン大会2020が開かれ、4000人余りの愛好者が参加しました。コロナ禍の影響で今年の大会は6ヶ月ぶりの延期開催となりました。今回の大会ではハーフマラソンのほか、城壁を一周する 13.7 キロコース、5キロコースが設置されました。600年以上の歴史を持つ城壁を保護するため、参加者は人数を制限し、抽選で選ばれました。またコロナの影響で西安へ行けない愛好者に考慮して、主催側は北京や南京など古代の城壁を持つ唐の都市で、
オンライン参加方式を設けました。野生の水産資源を保護するための措置として24日に長江上流の金沙港で24万5千匹の希少種の魚が放流されました。そのうちチョウザメが4万匹に上り、これまでの記録を刷新しました。長江チョウザメは主に長江流域に生息し、国際自然保護連合によって絶滅危惧種に指定されています。今回の放流活動は中華チョウザメ研究所が実施したもので、2008年の初放流以来26回目となります。研究所の責任者によりますと、今年は長江チョウザメの人工繁殖が初めて成功したことで、今後の保全は大いに期待できるということです。以上、今日のニュースをミンヒョがお伝えしました。